皆さんこんにちは、スマシ TV です。いよいよナンバーアイライブ2024が開催されます。2023年10月15日にはナンバーアイのファンクラブが開設されたのですが、現在のメンバーの SNS のフォロワー数から推移を予想していこうと思います。平野翔さんのインスタグラムフォロワー数約421万人、神宮寺勇太さんのインスタグラムフォロワー数約205万人、岸優太さんの X フォロワー数約82万人、フォロワー数の合計が708万人超で、このうちの3割がファンクラブに入ると仮定すると212万人となります。ナンバーアイファンクラブ会員数が2024年3月末現在の予想で212万人ですので、キング&プリンスの107万人とスノーマンの133万人は超えていると予想できます。9人のスノーマンを3人のナンバーアイが超えてるというのがすごすぎますね。ライブも6月に予定されてますので、ますます会員が増えるのではないかと予想します。そんなナンバーアイは4月12日にセカンドデジタルシングルとしてブローユアカバーを配信リリースします。この楽曲は3月6日にリリースされたファーストシングルゴートにも収録されており、今回シングルカットされる形となっています。1月に配信されたデビューデジタルシングルゴートに続き、2作目となるブローユアカバー、この曲はナンバーアイにとってどんな意味を持つ曲になるのでしょうか。1曲目のゴートは、俺らについてくりゃ見せてやるニューワールド、時代を背負う、間違いじゃない、これが俺のアンサーという歌詞にある通り、新たなスタートを切りナンバーワンを目指して進む3人の意思が反映されているように感じます。ゴートの貫いていたジャンルがヒップホップなのに対し、ブローユアカバーは R&B 調の穏やかなナンバーであり、2曲のアプローチは全く異なります。そこに2作目の楽曲として彼らがブローユアカバーを選んだ理由、この2曲で自分たちの2つの異なる顔を見せるのだという意思が感じられますね。先日グループでラジオに出演した際、平野さんはブローユアカバーについて、ある方を好きになっていくんですけど、好きになればなるほどつかめなくなるっていう曲、知りたいけど近づけば近づくほど遠のいていくみたいなとコメントしていました。ブローユアカバーは一線を越えているのに名前のある関係にはなれない、もどかしい距離感が漂う大人のラブソングとなっています。ブローユアカバーとは日本語にすると、あなたの正体を暴くという意味。どのような思いを胸に秘めて自分との夜を過ごしているのかを知りたい心情を切なく歌った一曲と言えるでしょう。君さえいればなんて柄にもないセリフごと飲み干したというフレーズには、好きと言ってはいけない、言ったら関係が壊れてしまうといった心の葛藤を感じます。これまでの自分では考えられなかった感情がこみ上げてきているのに、ぐっとこらえているのが伝わりますね。平気だったはずのこの距離には体から始まった関係だったはずが、相手に愛おしさを感じていることに気づいてしまい、今の距離感に思い悩む気持ちが表現されています。サビのもうちょっとモアチョコレートは韻が踏まれていることで、聞き心地がよく耳に残り、聞けば聞くほど切なくも甘い、本曲に酔いしれてしまうこと間違いなしです。そんなナンバーアイは初めて海外紙の表紙を飾ることが分かりました。この度彼らが表紙に抜擢されたのは、2006年に韓国ソウルで創刊されたグローバルファッションマガジンマップス韓国版の18周年を記念して、5月3日に日本版のマップスジャパンが創刊されるのですが、マップス5月号マップスジャパン5月号、それぞれの表紙にナンバーアイが登場します。日本版韓国版の表紙ビジュアルが10日に解禁になりました。韓国版は3人の腰から上を捉えた寄り気味のショットで、ファンキーな柄シャツやジャージといったストリート系ファッションに身を包んだ3人のアンニュイな表情が魅力的です。日本版はスタイリングや構図をガラリと変えており、レトロデザインのニットやデニムを着こなすラフなスタイルです。マップスジャパン公式 X などによれば、
ナンバーアイのために BTS やルセラフィムといった韓国のトップアーティストの撮影を手掛けるカメラマンをわざわざ東京に呼び撮影したとのこと。これだけでも編集部サイドの並々ならぬ期待がうかがえますが、実際に反響も凄まじく、情報解禁とともに関連ワードがトレンド入り、さらに同誌を取り扱うツタやオンラインの予約ページがパンクし、11日午前10時の段階でもアクセスできない状態が続いていました。初速のあまりのインパクトに、同誌の公式 X もツタヤさんからは混雑が予想されるので万全の対策をと聞いてましたが、さすがナンバーアイですね。予想を軽く超えてくる。パンク復旧頑張ってくださいと驚き混じりのエールを送る異常事態となっています、と女性誌編集者は話しています。ナンバーアイといえば、現地時間4月12、14日、19、21日にアメリカ・カリフォルニア州インディオで開催される音楽フェスティバル、コーチェラ・バレー・ミュージック&アーツ・フェスティバルに出演することが発表され、話題を呼んだばかり。ナンバーアイの出演は現地時間の14日ですが、全米進出の前に、まずはアジアで存在感を示すことが重要になってくるでしょう。日本では表紙を飾った数々の雑誌を完売させてきた彼らですが、海外誌となるとまだ未知数。万が一売れ行きが鈍ければ彼らの実績にケチがついてしまいますから、世界進出に向けた第一歩として、アジアから多数のグローバルアーティストを輩出してきた実績のある韓国の媒体を海外表紙デビューとして選んだのは手堅い戦略と言えそうです。今年1月に平野さんがフランスの高級コスメブランドイヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダーに就任したことも注目を浴びましたが、実際に彼が PR したコスメが前日比540倍の売り上げを記録するなど、その影響力は突出しています。 MAPS ジャパン公式 X 担当者も、韓国でもアジアでもより多くの人に知ってもらえるきっかけになれば嬉しいですとポストしていますし、アジアマーケットにおけるナンバーアイの訴求力に期待が高まっていることは間違いないので、着実に成功を積み上げて、まずはアジア制覇を目指してほしいですねと女性誌編集者は語っています。とてつもない勢いで突き進む3人は、エンタメ大国韓国でも旋風を巻き起こすことができるのでしょうか。さらにナンバーアイは10日放送のフジテレビ系音楽バラエティ番組週刊ナイナイミュージック拡大号に出演、ジェスチャーゲームで披露したダンスが大きな反響を呼んでいます。この日同番組に初出演したナンバーアイの3人は、ダンスをヒントに曲名を当てるという新企画ダンスダンスジェスチャーゲームに挑戦。まず出題者として登場し、任せてくださいと意気込みを口にした平野さんは、ハニーワークスの人気曲可愛くてごめんフィーチャリングチュータンが流れると、ヘッドホンを装着するなり小首をかしげ不安そうな様子。ところがすぐさま首を右に可愛く傾けながら両手を胸の前で合わせ、ごめんのポーズを取ったり投げキッスをしたり、左右の人差し指を頬に当てて笑顔を見せたりと、可愛らしい振り付けを披露しました。最後に回答者となった岸さんは、モーニング娘。の楽曲恋愛レボリューション21が正解のところ、 TM レボリューションさんでと、レボリューションという同じ単語が含まれるアーティスト名を挙げたり、モーニング娘。でラブマシーンと今度は誤った曲名を挙げたりと不正解を連発。この絶妙に惜しい間違いに、ネット上では3人とも最高に面白い、バラエティ最強、面白くて可愛い3人をまだまだ見ていたいと、今後のバラエティ番組出演を期待する声が続々と寄せられていました。3人の今後の活躍が楽しみですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。